おいおい、これはまずいぞ。あいつホームから落ちちまってる。これ一人落ちてんのか。あれ怪我してるみたいだ。このままじゃあいつ電車に引かれちまう。ハルさん、急いで上のフロアのクレーンを起動させましょう。いきます。お、幻想図書館への行き方は知らないんだ。そっついったなってめえよ。ベルはこの辺の情報に詳しい犬なんだ。多分力になると思う。ずっと緊張してたから外の空気を吸って落ち着きたいな。ということで外に行きましょうか。ちょっと話しかけてから行くか。お話しする。幻想図書館見つかるといいな。おめえが知ってるって言ったのにゆする。起きてる。ごめん。幻想図書館、改札は3階にある。知り合いにベルという犬がいてな、そいつが知ってるって言ってた記憶があるんだ。今俺はついてってやれないが、今度埋め合わせはする。あ、そうだね。ここの駅員というか、駅長さんなんだね、カセリさんは。で、ちょっとここが頼りないから、俺はここを離れるわけにはいかんと。で、その代わりに紹介してくれたのが、その犬のベルさんらしいんで、まあじゃあここ出て、ベルさんとこ行こうか。で、調べる。外に出るためのゲートかな。一度改札から出た場合、チケットがないと入れなくなる仕組みのようです。まあ、今はもうここを出ちゃって大丈夫なんで、行きましょう。さて、ここからは完全にわからないところに来ました。それにしても、ハルさん、命を一つ救ってしまうなんてすごいですね。あ、そうやね。あの、ホームから落ちて危ない状態のお魚さんを助けたからね。どうしたの、ハルちゃん。どうしたんですか。あのお魚さん、私が助けてよかったのかな。なんで。いいに決まってるじゃない。何言ってるんですか。いいに決まってるじゃないですか。あなたはさ、なぜ私を助けるの。あ、確かに195がハルちゃんを助ける理由はまだ特に言われてないからな。なぜですか。195のプログラムは主に交通医療目的で作られています。人を助けるのが仕事です。まあ交通医療、まあそうだね、事故が起きないように信号機というものはあるわけでありまして。じゃあ仕事じゃなければ助けないの。そういうのはちょっと AI に聞くのは間違いじゃないですかね。それはどうでしょう。そう、じゃあさ、じゃあ行こっか。何今のじゃあさは。そうですね。そうやん、じゃあちょ気になるじゃん。気になるじゃん今のは。まあ行くか。あの、ここのピンク矢印が今ねかな。このまま階段上がったら先行けそうだね。さあ、こうして少女はお魚を助けたの。うん、よかった、ドキドキしたよ。なんかの本を読んでるのか。でも駅にいたお魚たちはどこに向かっていたの。さあどうでしょうね。彼らもどこか行くべきところがあるんじゃないかな。ねえねえ、次はどうなるの。少女はお魚の駅を出ました。ここに待っていたのは、ん、ちょっともうちょっとゆっくり見たかったけど、今の本青い本かな。なんか支配人とさ、ペンギンのイラストがあった気がするんだけど、
これは本の中の物語なのか分かんないな。まだ商店街かな。すごく静か。パセリさんの話によると、幻想図書館に行くにはまずウェルさんという犬に情報を聞いた方がいいみたいですね。そうだね、言ってたね。とはいえ誰かいる気配が全くないですね。ウェルさん本当にいるのかな。ウェルさん待ってる。こっちには行けなさそうだね。ウェルさん音がも、なんかいる？犬？あ、ウェルさん行っちゃいましたね。あれベルかな。ベルさん、ヒラベル。あ、このお花かわいい。あ、だけでしたお店はやってないみたい。なんか静かなとこだね、ここ。ヒラベル、何か書いてるけど読めない。魚の骨みたいな絵描いてあるな。なんか何もないな、ほんとここら辺。ん？ここで行き止まりみたい。商店街とは。結局誰もいませんでしたね。そうやな。さっきのワンちゃんどこに行ったんだろう。さっきのワンちゃんの記憶をどなたか持っていませんか。一旦調べる。ここの自動販売機もエビばっかり。ってことはペンギンが住んでんのか、ここら辺。エビブームなんでしょうか。駅員も魚もエビ食うんかな。なら使うかもしれないけど。こっちの位置がちょっとずれてるね。誰かが動かしたんでしょうか。こうか。お、うん。あ、本当だ。蜂の位置が、過去の記憶だと家の前だけど、今自販機の前だもんね。これ触ろうか。す、みっけ。この植物誰かが育ててるのかな。だけでした。じゃあこっちに動かして、これは、お、道だ。ワンちゃんこの先行ったんか。え、でもわざわざ閉めたな、あの子よいしょっつってあ、入りましょう。この扉あれじゃん、自分の部屋に行ける用の扉だ。ワンちゃんどこに行ったのかな。ワンちゃん探そう。とりあえずこれ触っておこう。これで宿に帰れるようになった。調べる。このお花元気がないみたい。花なんだこれ。それにしてもずいぶん大きな花ですね。元気になったらどれくらい大きくなるんだろう。はるちゃんよりでかくなるんじゃねこれ。で、今元気ない状態でこのサイズでしょ。このつぼみパカって開いたらはるちゃんよりでかくね。これ何、ワイヤーがぐるぐる巻かれてるね。このワイヤーよく見ると上の方につながってますね。あー、そうだね。これがこのままこうつながってる。で、なんかまた上からこっちにこうつながって、なんだろう、なにこれ。調べる。この穴に入るのはさすがに無理かな。無理じゃないかな。あ、ワンちゃん東京って書いてある。これほら、 LP ガス東京か。じゃワンちゃんブルルル、めっちゃ怒ってる。警戒してるみたい。一旦引き下がりましょうか。どうしたらワンちゃんとお話できるかな。骨探そうぜ、骨。そうですね、この辺りの物の記憶から犬の情報を引き出すのが良さそうです。はーい。なんか知ってるかい君。ダメそう。骨、え、骨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 ない、ここ。
ペジャってよーん。よく見ると土に何か埋まってる。これは何かの骨かな。ラッキー。骨付き肉の骨だったんですね。あのワンちゃんはお肉が好きなんだね。美味しい食べ物をあげれば気を許してくれませんかね。なるほど。肉を探そう。あ、え、そういうことか。一旦帰って、それであの、あの裏路地とクジラがつながりましたね。そうだね。どうしたの。マルさん、疲れもかなり溜まっているようですし、お休みしてはいかがでしょう。そうだね。ちょっと休憩しよう、ハルちゃん。あら、ゆっくり寝てくれ。あ、じゃあここ帰ってくるたびにこうやって休憩ができるのかな。見るか。裏路地でワンちゃんを見つけたの。でもワンちゃんはとても機嫌が悪くて、とてもじゃないけどお話できそうにないな。記憶を読み取る力を使ってワンちゃんの機嫌を良くできる方法を探してみようかな。それが骨を探すこと。骨を探すじゃねえよ、飯を探すこと。で、マリーさんのとこ行こうよ。マリモのマリーさん。なんか増えてね。